はい、第一チャンネルです。今回は妖怪ウォッチ寿司やっていきますということで、前回液型の改造に必要なバネゲットしたので、ここでマックに話しかけていきます。材料も揃ったことだし、液型の改造を始めるとするか。でもさ、本当に俺たちだけで改造とかできるのかな。安心しろって、改造のやり方ならちゃんと俺が調べておいたからよ。さあ、改造スタートだ。よーし、自分たちでイカダ改造完成だ。早っ。器用ん、思ったよりというか全然見た目は変わっていませんね。本当にこんなんで岩を飛び越えられるにゃ。心配すんなって、俺たちの改造はバッチリだからよ。じゃあ早速こいつで出航しようぜ。目指すは真っ暗穴洞窟だ。よし、真っ暗穴洞窟にイカダで行こう。出発しますか。はい、冒険スタート。ジャンプするのも頑張ろう。よーし、行くぞ。よし、オーケー。右、了解。あ、これ左行っちゃう。1、2、1、2、A ボタン、A ボタン。ゴー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 、A。おー、飛んだ。すごい。よし、右カーブ。いいもの落ちて、あ、ガーリックチキンピザ、いいもの落ちてました。で、これイカだ。あ、びっくりマーク出た。これでもう一回切るんだ。よかった。よしよし。あ、コウモリ。あ、ウィッス、遅かった。これは右側、右側。あー、危ない危ない。あ、右に、びっくりした。はぁ、ぶつかっちゃった。ジャンプ、よし。あー、すごい、すごいとこい。割れた。よし、お、お、もうすぐなんとかなるかな。あ、ぶつかっちゃダメ、ぶつかっちゃダメ。よし、よし、よし、
沈んだ、失敗しちゃったやっちゃった、あともうちょっとだったのに、無事でよかった。もう心配させないでください、焦らずゆっくり冒険しましょうね。ごめんなさい、気を取り直して、イカさんの冒険行くぞ。おお、やっと着いた。だいぶ苦戦して頑張りました。まさかのお宝発見です、やったじゃん。マック、なんだかすっごく冒険って感じがしてきたね。あー、そうだな。でも浮かれるのはまだ早いぜ。本当の冒険はここからなんだよ。うん、そうだね。ここが真っ暗な洞窟ですか。なんか薄暗そうなところにあるね。しししなんかワクワクするな。そうですか、私はちょっとゾワッとしますけど。いいからいいから、ほら行くぜ。うん、よし、真っ暗な洞窟の奥へ進もう。一個何かが落ちてるのが見える。あ、銅のこけし手に入れました。奥に行くのは、道はこっちなんですね。うん、特に何もなさそう。行ってみよう。初めて来るところだ。うわ、こんなに真っ暗じゃ先に進めないよ。安心しろって。こんなこともあろうかと、いいものを用意しておいたんだ。いいもの？っていうかそれ普通の木の棒だよね。さーて、どうかな。実はこいつに火をつけると、うん、うわー、なになに、松明さ、明るくなったにゃん。ほら、お前もこれを持ってろよ。ありがとう、マック。松明を手に入れた。これで明るいね。あつ、ちょっとマック、なんかこれ怖いんだけど。大丈夫だって、そのうち慣れるから。さあ、このまま奥へ進もうぜ。お、キッペがいる。オッケー、進んでいきましょう。なんかいろいろ書いてあるね。怖い。こっちは進めないってことは降りるのかな。あ、妖怪がいる。おお、肩乗り小僧。あ、カチンコ像だ。あと、ダンディーガボーがいるんですね。よーし、バトル。そしたらもうパンチ。あ、終わった。やってしまった。まだまだ。もう始まる。見てたんだ、このまま。見てたんだ、ここだけだけ。出して、回復。いいかな、何かな。セールで終わりにしましょう。多分大丈夫だと思う。電話当たりね。あ、見せられた。おお、取り付いてる。おお、終わった終わった。逃げなくても大丈夫でしたね。勝利。友達、あ、なってもらえばよかった。鳥ももゲット。わあ。お。あ、雲海鏡。ペロン。見つけていただいてありがとうございます。ここにも来れるようになりましたね。やった。旗が立ってるところがある。ほら、そこまで行くんだ。こっちは段差だから行けない。ふー、よし、到着。うん、またいたよ。いいじゃねえのだ。ひゅー、あいつはこの前モルで襲ってきたやつにゃん。なんであいつがここに。もしかして我々を追ってきたのでしょうか。とにかくあいつはやばい。つからないように進もうぜ。うん、よし、見つからないように進もう。わあ、いるいる。よし。ああ、何してんだって言われた。やばい、とにかく逃げるんだ。逃げよう。お、降りれた。よし、ここはどこに繋がってるんだろう。あ、箱。あ、大冒険オール、すごーい。イカダのオールですね。あ、なんかいろいろ追いかけられてる。あれ、登るとこない。さっきのとこからしか登れない。
そうこうしてるうちに、あ、バトルに自己中とタラリンがいる。嬉しい。どっちも来てるのかな、見てるね。どうしよう、どうした。友達になりたい。友達モードに決まってほしいですね。あ、じゃあアタックモードだった。よし、出ていこう。かなり怖いな。力なかった、あまり。ミッチュー。ミッチューの味方だ。こちら、ファントム、ファントム。おー、やられた。チャージ完了、エモダリーフォーム。何が好きなんだろう。あ、よ。こちら、こちら、こちらだ。こっちに待ってて、OK、お払い完了。届けておいて、はい、決定。ほら、ボタン。OK、勝利。レベルマップ、嬉しい。お、ウルトジェネとピカピカバッチ。ゲットした。あ、友達がなってくれないんだ。上がるところは、こっちにはなかった。ないね。ないから、さっきのところなんだな、やっぱり。あ、また。あっちこそ、あ、ドイヤレールもいる。さあ、何が好きか？ニュース、肉。肉、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 肉になったのか、見ますね。あ、まだある。じゃあ、ちょっと見て。あ、肉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 、最初の技も当たる。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 うわー、いた！どうだ、どうだ、どうだ！オッケー！勝利！やったー！お、ご縁の中でレベルアップした、ルーベリーベーグ、もらいました。あ、やったー！パチンコゾーン。うん、友達になります。嬉しい！ガチンコゾーン！やったね。オッケー、よーし。ではこれで上行こう。トロフィーゲットしましたね。何のトロフィーだろう、気になるけど今はそれどころじゃない。ここから危ない。よいしょよいしょ、危なかった。あ、今度こっち側が落ちそう。1,2、これはこっち。あ、どっちも一緒なんだ。危ない危ない、落ちちゃう落ちちゃう。あ、こっちかな。どこだ、この辺。あ、着いた、よかった。おーはっはあ、ここまで来ればもう大丈夫。うん、見つけたぞ、ガキどもが。うわ、来た、持ってきてるじゃないですか。やばい、見つかった、どうする。覚悟しろ、来ないで。あ、あ、落ちた。マトリックスみたいになってる。じゃねーのー。助かった。うん、うん、落っこちてっちゃった。いやー、地面が崩れてラッキーでしたね。あ、ほんと、もうダメかと思ったにゃん。よし、俺たちもついてる。このまま先へ進もうぜ。おー、よかった。矢印の方向だからこっちですね、きっと。よし、ん、何の音。うわ、走ってきた。このガキどもが今度は逃がさんけの。わあ、また出た。こいつさっき下に落ちたはずなのに。じゃけー、あ、来ないで。あ、お、何でしょうこの音は。ん、あ、落ちた。うわー、やれやれみたいにしないで。あ、痛い。
危ない。ちょっと、あ、クッション、ありがとう、ウィスパー。出て出て、みんな無事か。なんとかクッションみたいなのが置いてあって助かったにゃん。ルックソンじゃなくて私。そんなことよりここどこにゃん。そんなこと、君たちなぜここに。ん、あ、ジョーズさん、チーフジョーズさん、どうして来たんだ。決して近づくなと忠告したはずだぞ。わあ、何、地震、きっとさっきのおっかないやつが上の方で暴れ回っていやがるんだ。やつめもこの洞窟のことまで嗅ぎつけたか。もしかしてあいつのこと何か知ってんのか。詳しいことはわからない。だが一つだけ確かなことがある。やつの狙いはこの洞窟の近くに墜落した UFO だ。UFO、 本当に UFO がこの近くに。揺れてる。さっきより音が大きくなってません？まずいな。このままでは洞窟そのものが崩れてしまう。こうなったらやつより先に UFO を見つけるしか。だったら俺たちも力を貸すぜ。もともとそのつもりで来たんだからな。うん、それじゃあ UFO を探しに行こう。待ってくれ。行く前に君に渡しておきたいものがある。真っ暗な洞窟は巨大な岩だらけだ。それが邪魔して先へ進めなくなったら、きっとこの妖怪ドリルが役立つはずだ。わあ、妖怪ドリルを手に入れた。嬉しい。妖怪ドリル？このドリルは妖怪ウォッチドリームのリンクアイテムの一つだ。なるほど。ドリームリンクすれば洞窟の中でも岩をぶち壊しながら先へ進めると、硬い岩でもジャリジャリと掘り進める。そう、妖怪ドリルならね。使い方はシンプル。岩の前に立って A ボタンを押すだけ。なるほど、メダルがあればいけるんですね。ドリームリンク Y ボタンでいつでも呼び出せる。今まで使っていたサーチ機能もここから選べるから安心してくれ。ドリームリンクのドリルで妖怪ドリルに妖怪メダルをセットすることができる。メダルは種別ごとに探しやすい設定。好きなメダルを自由にセットしてくれ。嬉しいですね。なるほど。あ、とある限られたメダルをセットすると、先っぽがスペシャルな形状に誰も見たことないドリルに変化するんだ。ここから先はぜひ君の目で確かめてみてくれ。なんだかすごそうです。ありがとう、ジョーズさん。それじゃあ早速 UFO を探しに行こうぜ。とはいえこの広い洞窟をむやみに探すわけにもいきません。じゃあどうするにゃん。スティーブ・ジョーズさんは何やらお取り込み中のようですから、まずはこの洞窟にいる妖怪たちから UFO の手がかりを集めるのです。きっと誰かが何か知ってるはずですから。なるほど。洞窟の中で UFO の手がかりを探すんですね。これドリームリンクドリルで何かこうつければいいって感じなんだかな。お、硬い岩を掘ることができるに決定。これを使おう。わー、初めて岩掘ってる。楽しい。よし、進んでいこう。いこんな感じで岩も掘りながら進んで妖怪に聞くんですね。いや、どんより犬がいる。わー。今回は真っ暗な洞窟の中でいっぱいバトルしますね。よし、どんより犬何だ、どんより犬何だ、どこだ。よし、あら、どこだ。1個なんか、新しいアイテムに変化していろんな妖怪とも友達になるチャンスが増えるって感じですね。今まであんなか仕掛けんので行けないところとか見てきたので行って挑戦してみたいです。すごく楽しそう。おお。で、今回は同様にも友達になってくれるか、ただ増えるのか。あ、逃げたか。おお、楽しい。逃げられた。よし、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 最後、よし、早く流れ完了。最後戻って、はい、お払い完了。
お、終わった。バトル勝利。うん、カッペちゃんもレベルアップしてる。よし、何が入ってるのかな。あ、カード万歳、ガード万歳。あれ、近くに妖怪がいるかも。お、矢印がある。お、オットマゲーターだ。いきなり話しかけてくるとはダメです。だこっちだって心の準備ってもんが。ごめん、ちょっとあなたに聞きたいことがあるのですが、この洞窟に落ちたという UFO について何か知りませんか。 UFO 知らねえな。あ、でもものすっごい音なら聞いたことあるよ。ん、でかい音、この上あたりから聞こえてきて、おったまげーって叫んじまったら。行きますよ。その後怪しいですね。上のエリアに行ってみましょう。墜落した UFO を追え。おったまげーだから上のエリアっていうのを掴んだってことで、またここ上がっていきましょう。上に戻って、うん、なんか雲海橋の脇の方、くる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 、あ、いるいる、カリカリベーコンだ。なんかよかり、あの、この洞窟に落ちたっていう方について聞きたいんですが、ミホだ、つまねえことで話しかけなかり。この方カリカリしてて怖いんですけど。だったらさ、最近でかい音とかしなかったか。その音なら聞いたかり。え、何？それってどこから聞こえてきたの。あっちの方からゴーンってすごい音がしたかり。おかげでまたあの音がしたらと思うと気になってずっと寝不足だかり。カリ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 。なるほど、それでずっとカリカリさせてるんですね。よし、その音が聞こえてきたっていう、あっちの方へ行ってみようぜ。カリカリベーコンの情報をつかんだ。よーし、ってことはこっちの方なんですね。あ、上がるとこ発見。よし、ドリルして、いたー。なんすか、なんすか、なんすかんくだ。クッサって言われてる。なんすか、おならとか意味わかんないっすね。にゃー、目が目が。ジェマニャン大丈夫？なんか匂いがきつすぎて目に来たにゃん。ん、なんか様子か？実はこの洞窟に落ちたという UFO について聞きたいのですが、なんすか？ UFO なんすかそれ？じゃあすっごくでかい音とか聞こえてこなかったか？すっごくでかい音、あ、それなら聞こえたっすね。本当にどこから聞こえてきたの？この先っすね。うはー、くさー。ちょっと、鳴らしないと話せないんですか？別に。とにかくこの先へ行ってみようぜ。ナンスカンクの情報をつかんだ。この先行ってみよう。よし、まずい漢方手に入れたよ。オッケー。あ、ん？あ、まだいる。あいつだ。まだこっちには気づいてないみたいだ。今度こそ見つからないように進もうぜ。うん、よし、見つからないように進むってことはこっち側だね。 OK。 あ、千秋、何体いるの。危ない。ああ、いつもしつけえな。諦めてくれそうにありませんし、慎重に進むしかない。了解。怖い怖い。これは下の地図を見てるけど、何体いるんだ。いいんじゃねえの。さっきここ通り過ぎてもういましたよね。ひどい。よく戻れ戻れ。そうだそうだ。あ、いた。見つかっちゃった。静かにしていけばいけると思ったのに。ダメだ。もう一回。よし、見つからないように行くぞ。ほっ。
よし、向こう向くからその時に。危ない、もう一回引っかかれば大丈夫だもんね。でもなんか横いる。わあ。バトルになったトヨリーヌとガチンコゾーとアンビリバボー。面白いな。このこの間に危ないことが本当に起こるのでブランカー使っとこう。よし、これ欲しかった。ボラジモードも嬉しいけど。はい、アタックモード範囲だ。はいはい、あ、結構当たってる、当たってる。あ、おーおーおー、当たってきたじゃないですか。いいんじゃない。ただ、あ、当てた。だいぶ、だいぶ当てられて届きますね。これもいい感じだ。よし、回せ回せ、ちょっと見て。もうちょっともうちょっとチャージチャージ。あ、チャージ完了。いいかね、いいかね。こらえ、ここ2体も、やったなんかブラスター少しだけ上手くなった気がします。でももっと当ててかないとダメですね。うん、あ、アンビリーバボーだ、やったー友達になります、嬉しい。ニックネームはやっとこう。登録増えてきましたね嬉しい、いい、これは嬉しいですね。バトルした数だけ友達増えるっていうのが嬉しいんだけどな。え？おう、キュッピ、よし、この先が怪しい、矢印があるよ。1、2、3個、まだある。4、5、ミスなんじゃこりゃこれが UFO だ、やっぱり本当だったんだ。ん、なんだ今の。マックのペンダントが光った。はっ、んん、うおーそこまでじゃ。出た、早く逃げましょう。いや逃げねえ。マック、やったの思いで UFO を見つけたんだ。ここで逃げちまったら後で絶対に後悔する。だから俺は逃げねえ。よし、マックの言う通りだ、俺たちも逃げずに戦おうよ。行くぞお前ら。おー、インジャテイノとバトルだ。森以来ですね、頑張ろう。よし、ほんと一つのその順番をこう考え、当たる、よし、本当に回して回して、オッケー、ゲーが2000円、くらえー、よーし、今おさらいだ。あー、いっぱいある、ない、あった、よし、これ完了。ほら、5かな。狙われてる。どうしよう。わあわあわあ。そうだよ。え？ああ、戦闘士が。あ、でもいなくなってる。戻ってきてるけど、 HP が、 HP が、アイテムだ、こんなに回復、回復して、よし、ただここエメラルなの。まさ、どっちが早い？こっちが早いかな。よし、これが終わったら見るよ、みんな。あ、危なかった。モンスターの手をメダルショットはあそこで1時勝った。タイムモードがいいよ。あ、普通になった。そう、あ、当たってる当たってる。よしよし、覚悟覚悟。あ、
ゆっくりでよかった。もうすぐ、ウォーター、ドタマブシャゲルドが来た。でも逃げてるもん、オッケー。あ、ウルキーヌだ、ありがとう。よし、アンペちゃん、ぐるぐる回して、はい、チャージ完了。あと柔らかに、はい、あ、ミス。この位置だと真ん中に揺れてこうかな。どうだ、狙って、狙うのは1体だからできない。あー、いた、ほら、危ない、危ない、ほら、視点同時、真ん中から撃ってもらおう。複雑なんじゃないな、普通に来るかと思ったけど大丈夫だった。それで、動こう、反応できるよ、はい、よーし、技大きそう、止められやん、止まれ、止まった、よーし、マジ完了、爽やかグリーン、リンクキュー、イエーイ。あ、効いてる、効いてる、あ、狙おう、なんだろう、お、メジャー玉、嬉しい。あ、この場所はダメだ、ここだ、ファントム、ファントム、よし、溜まるかな、チャージ完了、あ、完璧から止まってる、見えたね、そうです、で、ブラスターが使える、リチマシンガーにしてみよう、もう少ないから、誰かいける、どうだどうだ、ラスト取ったらダメかな、まだかな、よし、フィニッシュ、やった、で、来るよね、第二形態来るよね、来ちゃった、真の姿を現した、頑張ろう、よし、これはもう動かないと、 OK、 そしたら技を打ちたい、そこまでまだ打てない、え、セミ丸だ、ボーナスありがとう、よし、動いた、ほら、ま、ぶったたく剣道が来る、わあ。狙おう、これ、あー、ダメかな、あー、入れられてるんだ、やられてしまった、ここでブラスター使える、メダルセット、すぐ勝った。セット。で、ハイモードがいい。あ、嬉しい。アタックモード、はい。行くぞ。おー。当てたい。当てたい。倒すぞ。動きもゆっくりだから当てられてる。あ、終わった。フィニッシュ。はい、ちょっと技、ちょっと叩いて、みんな頑張って、よし、チャージ完了、視点同士、エンジン、あの頃に、あ、ファントム立てる、どうだ、ファントムだ、よし、わー、ファントムさん頑張って、
よかった、餃子流星群も当たる位置だよ。もう少し。あ、やったー、倒せたー。はぁ、あ、別に痛かったけど、なんとか倒せた、よかった、勝利。うん、お、わ、わまだまだこいつまだ戦う気ね。なんでタフなやつなんだ。やはり我々で倒すのは難しいんじゃ。じゃけ覚悟せいや、うわそこまでだ。お、ん、スカイシャリマン来た、かっこいい。私が逃げるは正義の拳。おお、燃えてる燃えてる。わあ、かっこいい。やったー、飛んでった飛んでった。じゃあねえのーって。シャリ。私は司会シャリマン。ある任務で UFO の謎を追っている妖怪ヒーローだ。君たち怪我はないか。あ、 UFO 動いた。うわー、回ってる。うん、君たち大丈夫か。怪我はないようだな。怪我はないです。ではさらばだ。おお、かっこいい。へい、おい、みんな無事か。なんだかすごい音がしたが。どうした、みんな一体ここで何が起きたんだ。その何が起きたっていうか、なんかいろいろあげすぎて意味がわからねえっていうか。ん？はあ。あのあとジョーズさんってばすっごくがっかりしてたね。まあ、へこみすぎてて逆に面白かったけどな。それにしても今日はさ、大冒険の連続だったよね。そうだな、洞窟の冒険でおっかないやつに追い回されたり、洞窟の底へ落とされたかと思ったらジョースさんの研究室だったり、最後にはなんと UFO まで発見しちまっちゃうんだからな。俺たち UFO の謎を解き明かしちゃったね。というわけで、おう、うーん、そうか、わかった、ミステリー解決、解決ミステリー墜落した UFO を終え、バッチリ解決。さすがです、やったー。古びたコイン、エルフレットボーナスは超軽血でも欲しいけど、けど、はい、フランスパン、はい、ありがとうございます。そういえば UFO に近づいたあの時、マックのペンダント光ってたよね。やっぱりその石って、ああ、あの UFO となんか関係あるんだ。あれからどこへ行っちまったのかな、わかんないけど、もしかして宇宙に帰っちゃったとか。つうか最後に現れたヒーローっぽいやつ、あいつも何者だったんだろうな。うん、まあわかんないことは多いけど、楽しかったってことは間違いねえよな。そうだね、今日は UFO に逃げられちまったけど、空にはまだまだいっぱい星があるんだ。 UFO に出会えるチャンスはきっとまた来る。その時こそ絶対に UFO の謎を突き止めてやろうぜ。うん、お腹空いたからもう帰るじゃん。そろそろお家に帰らないとお母様が心配されますよ。うん、分かった。じゃあマック、俺たちも帰るね。そうか、じゃあ、うん、また明日からも一緒に冒険しようぜ、相棒。うん、もういい話。これから先どんなボケがあってるか、ワクワクするな。ワクワクしますね。お、流れ星。すごーい。
今日はどこへ冒険に行っちゃうの？今日のところはここでゆっくりしようぜ。ん？え、マックがそんなこと言うのなんか珍しいね。俺たちの冒険はまだまだ続くんだ。次の冒険のために今はしっかり休んでおかないとな。あ、そっか、さすがマックだね。おお、ということでここでジャポンの方進めると何かが起こるっていうことなので、次回ジャポンの方進めていこうと思います。 UFO にスカイシャリマン、そしてインジャネーの線、なんか盛りだくさんできたね。真っ暗な洞窟もとっても探検楽しかったです。あとドリルで壊していくところ他にもありそうなので、そこも気になりますね。うん、これからも、ジャポンのストーリー、 USA のストーリー、どんな風に交わってどういう風に楽しく進んでいくのか、それと妖怪も誰が友達になってくれるのか、たくさん友達にしていきたいです。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!